いやちょいラジオですので、今日もやっていくんですけど、今日はね、これ、生マルチやっていきたいと思います。で、このデッキなんですけどね、まあ、前回も紹介したんですけど、またね、今マルチでこれを使っているので、生マルチやっていこうかなと思います。ここら辺とね、これね、これとかとね、結構迷うんですけどね、で、サイダートロフィーね、932まで行ったんですけど、7000がちょっと遠い、ちょっと遠いんですけどね、また行きたいと思います。もうね、上の方行くとね、危ない危ない、ね、できましたけど、上の方行くとね、エリゴリに暴されるんですよ。そう。で、今、ペッカとか、ミニペのね、受けがないデッキが結構多いので、結構ね、そこら辺ね、利用されて、なんだろうな、ミニペ、ゴレミニペとかね、結構多いんですよね。そう、そこら辺もだるい。もうエリゴリミニペとかもいる、だるいもん。ネクネクもだるい。もう全部だるいです。はい、なんですけどね。まあ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 、そこら辺はね、PS で。PS で覆していこうかなと思うんですけども、はい、言うの。こういうのはね、タルババってことは、まあ、バルーンか、同系統のデッキか、どっちかですね。おそらく。ゴボリってことはバルーンですね。で、バルーンなんで、ネクロ、まあ、これはネクロ切って、いや、あのね、基本的に相手はもうね、ネクロを切らしたら勝ちなんですよ。そう。なんでね、でこれ多分雪玉がね、パーンって飛んでくると思うんですけどね。コーナー、ウィー。なるほど。はい。ってことは、雪玉、ナッシングマン。まさかの。あ、トリネパターン。よいしょ。これ、ゴボリ間に合わない。あなた、あなた、ゴボリ間に合いません、それ。べーん。よいしょ。もう一発。センキュー。はい、センキュー、センキュー、センキュー。はい。って感じで、とりあえずね。ここにね、雪玉打ってこないってことは、トルネ系か、トルネだけかフリーズだけかどっちかですね。もうあれは絶好の雪打ちのね、雪玉打ちの機械なのでね。はい。で、これネクマン、ネクマンしていき、はい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 。で、これね、ベビちゃんをね、ここで受けちゃいます。ドーン。こうすることによって、カウンターもできる。このね、ネクロダック、うんちゃ、ネクロメガナイトの形もできつつも、できつつもね。できつつも、できつつもなんです。で、これタルババが来るので、はい。いうので、キャッチングしていき、これね、陸系、あー、やばい、バルキリーは違う、違う、違う、違う。頼む、触んな、触んな、触んな。トルネやめろ。でーん、でーん、センキュー。OK。で、ここら辺ね、コウモリ。これで、アイス、これで折れたら美味しいんだよね。これで折れたらしい。多分アイスイーズが出てくると思うんですけど。はいはいはい。オッケーオッケー。よいしょ。オッケーオッケーオッケー。で、これはトルネで座れない位置に、穴振り出してね。そう、なんでもう200だからトルネ座れる位置でいいじゃんって思う人いると思うんですけどね。トルネで座れる位置に出すと、キングに座れちゃって、ディガーがね、それ以降こっちのね、アリーナタワーを殴ることができなくなっちゃうんですよね。はい。なんで、そういうことですよっていう感じですね。で、ネクマンをね、また出していきね。ネクマンしていき、ベビドラとか来たらね、もう、蓋しちゃうから。俺クラスになると。蓋しちゃって、もうね、これ以上、もうスケラでしか立ち入れないようにしちゃいます。で、これで、これ必殺技。必殺技。ディガーで両方の弾を竹取って真ん中ボールブレーカー。これマジ、相手クッソテンパるからね。そう。クッソテンパるから超おすすめです。多分ね、本当に相手が上手くないとね、このテンパりまくっての守れないんで、このね、あえてね、その、今のね、右角に投げれば、アリーナタワーからしかね、攻撃受けない位置にディガーを投げれるんですけれども、そこをあえて、両方のタワーからタゲ取る位置に投げてね、真ん中から投げると、相手のね、穴掘り位置の読みのね、ユニットも位置外すし、でしかも、外した上に、真ん中からウォールブレイカー来て、いやいやいやっつって、ニコスなのにね、メガナイトとか引き出せたりとか、まあね、そこら辺バルキリーを引き出せたり、ニコスでね、絶対に、もうザップとかだけでも抑えれないし、超おすすめですね、今のは。まあ言ってね、本当にあれだけでね、ウォールブレイカー、カンストって、カンストウォールブレイカーね、もうバカなんでね、あれなんですよ、580なんですよ、一発。やばくないですか？ニコスでね、だいたい1200ぐらい削るからね。で、穴掘りのカツカツで、1500ぐらいね、削れたりするんで、今みたいにね、1300で、うわ、削れねーっていう時も、後ろにディガーを飛ばしてあげて真ん中ボールブリカ、ワンパンです。ありがとうございます。はい。って感じでね、結構いいよ。いいよ。今日はいい。今日はね、今日いいっすね。俺、いつもその、動画で生マルチやるとね、負けるんで、
なんか動画でやって負けた分を動画外で回収するっていう、またトラ上げをするっていうのはね、もうテンプレのね、最近のテンプレの動きになったよね。全然マッチングしないじゃん。なんで55秒なの、そんなトラ高くないのにな。7000、俺がね、7000とかでグロ20位とかなら、まあ、まだね、このこんな1分もマッチングしないのはね、ちょっとわかるんですけど、そんなね、今言うて100位か150位とか、そこら辺だと思うんでね、言っても。あーちやばい。俺ね、せっかちなんで、こういうのね、見るとね、すぐキャンセルをしたくなっちゃうんですよね。もちろん。死ねえな、つって。まあ、いいか、端末置きましょう。よいしょ。はい、はい、はい、はい。なんですけどね、もういよいよっすね、プレイオフも。プレイオフもね、すぐ。もうすぐですね。で、マルチとかもやりつつね。やっぱね、勝ちたいっすね、本当に。で、今までね、そのポノスって、ちょっとありがたいことにね、プレイオフシーズン1はどっちも優勝してるんですよ。2018年も2019年もどっちも優勝してて、で前回のね、前回のあっとっとっとデオキシスディフェンスフォルムとかのやつですね。なんでやねん、なんで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 、えぐい食らった、えぐい食らった、うわー最悪だマジで。もうギャングは相手間に合わなそうな顔をしているので、はい、ザップですね、当然。これでギャングかワンちゃん、はいはいはい、めんでー、ザップがありそうな感じだったっすね、非常にめんどくさい。おし、これはさすがにね、通ると思うっすね。ベーン、ベーン、オッケー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 。まあもうね、ウォールブレイカーの殴り合い。もう最強カードの当初の殴り合いなんでね。まあもうこんな感じで。よいしょ。てけてけ。あ、直当ての方が良かったね、今の。ベシッ、一発入ります !Thank you! オッケー。で、ここは、ディガーとかね、いや、ワッチン逆サイか、はいはい、もうこれ無視でいいですね。必殺技いきます、よいしょ、テクテク、よいしょ、めちゃくちゃ削る、めちゃくちゃ削る、オッケーオッケー、これワンチャンディガー来るから、オッケーオッケー、で多分ね、メガナイト入ってたんですよ、確か。で、呪文がザップだけなんですよね。そう、呪文がザップだけで、タルババのネクロがなかったんだっけな、確か。メガナイトは絶対あったんですよね。そうそうそう、ネクロもある。ネクロとメガナイトがあるってことは何がないんだ、相手。俺のユニット。ユーノが吹き矢。で、タルババがギャングっすね。になっているので、オッケー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 、あと30秒か、これ2周目目がないといかれるかな、これこいつに仕事されすぎるんだよね、これで飛んでもらいます、オッケーオッケー、これでOK。まあこれはもうしょうがないですね。OK。許容できるとか許容しないと。なあ！マジ？これやばい、来るな。ティガーからの、うわ、マジ？そっちから来る。よし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 、抑えた抑えた、うまかった今のは。オッケーオッケーオッケー、よし来た、イエーイ、センキュー、オッケーオッケーオッケー、危ない、強そうだな相手のデッキ、ちょっとパクりたいんだけど、普通に強いよな絶対これ。
これ絶対強い。そう、今ねバルーンがねちょっと多いんですよ。そう、俺らのデッキみたいに、あのね、まあ、まだね今マッチングがいいから引いてないんですけど、俺のデッキみたいにその、コウモリとネクロだけっていうのがね環境的にめちゃくちゃ増えてるんですよね。もうネクロにさえ強ければいいみたいなデッキが増えてて、逆にね、タルババとかも増えて、空がねこうやって、結構薄くなっちゃうんですね俺のデッキみたいに。なんでそう、こういうデッキが増えてるんで、逆にあのデッキねバルーンにも勝てるし、もっとね PS あったら圧倒されてたような気もするしね。あー、ガガン的だ。もうねー、これペッカス、もうねガガン的、ガガン的ってね、もうあの読めない2文字はね飛ばしてガガン的なんですけど、よいしょ、もう有名です、ペッカ使いで。前世紀はペッカラムをずっと使ってたんですけど、ペッカラムが弱くなってからはずっとあれかな、あーペッカ工場っすね。いやー、ガガン的めんどくせー、マジっすかそれ。ペッカ来る、はい、さすがにね。え、ちょっと待って、それやばい、あぶねー。でザップ使ったんで、ネクマンで。よいしょ。おい、なんでやねん。オッケーオッケー。ザップを使ったので、ウォールブレイカーいきます。こっちに多分ゴーストも咲きたいと思うんでね。オッケー、2発入る。あー、マジ。いやー、こっちかな。なっ、あーやばい、ちょっと待って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 、動きがぬるい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 、ダメだこんなんじゃ。いや、コウモリでよかったなこれ。うわーやばい、待って、これ相手マジアチぐらいしかいないからここに当てちゃおう。オッケーオッケー、来た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 、マジアチ読み、マジアチ読み、オッケー。でこれエレキぐらいしかいないけどエレキがいる。よしよしよし、なんか来たらワンチャンガガン的言うのが来る、OK、ですよね。なんで死ぬん、 OK、 うー、どうすっかなこれ。左側攻めてきてくれるとありがたいんですけど、オッケー、はいはいはい、おしおし、おしょ、いいですね。ここでどっちか工場をつけられると思うから、ここはねまだ逆サイを攻めずに、よしよしよし、いいムード、いいムード、いいムード、めちゃくちゃいいムード。オッケー、きたきたー、勝ったろこれ。しゃ、ペッカ工場に初めて、初めて勝つ、初めて勝つ、よっしゃよっしゃ、やったー、来ました。やばい、めっちゃ久しぶりじゃないの、このマルチで、あれは3連勝すんの。いや、終わろう、絶対終わろう今。はい、ってことでですね、結構いい感じですね。やーぶねー。そう、もうね、ペッカを絶対に1周目のメガナイトはペッカで潰されるんで、高速で回して、ペッカが出るターンは絶対逆サイ攻めちゃダメですね、今みたいに。その、もしあのペッカが出た時に、今だっつって逆サイディガーウォールブレイカーとかしてたら、ゴーストとエリキで守られて、工場つけられてカウンターで死ぬんで、その、一回待ってネクロとかして、後ろからね、後ろにマルチアチャとかをタルババで処理してから、逆サイにメガナイト当てて、で右にもね、さっきはあのなんだっけ、ネクロの前にね、あの無視できない形で U のをつけたんですね。でどっちかにペッカを引き出してペッカが来なかった方をもう行きますっていう感じでね。いやー、よかった本当に。はい、ということでね、今日はこの辺で終わっちゃうんですけど、今ねちょっと今日も時間遅くなっちゃったなんですけど、今ね毎日投稿してるね、もしよければねチャンネル登録と高評価をお願いいたします。ということで今日は終わります、バイバーイ。